お疲れ様です。ラットです。今日もですね、暮らしロイヤルやっていこうと思うんですけど、今日はですね、こちらね、7100到達、そして、まあ、今ねグローバル24位に到達しました。というわけでですね、こちらのね、まあ、リプレイ紹介しつつ、最後ね、まあ、マルチ1000か、まあ、何千かね、はい、やっていこうかなと思います。というわけでデッキがですね、こちらのねプロフィールにも映ってるんですけど、トリトンロイジャイですね。まあ、あのプロリーグでもですし、まあ、あの今マルチでもですし、グラチャルでもね、今もうどこにでもいる、もう流行ってる、流行りまくってる、結構環境の中心ぐらいにねいるこちらのデッキで、上げてますね。なんかもういろんな人がこのデッキで7000とか7100とか結構いってて、なんかね、僕もあのデッキをこのメガナイトロイジャー使ってたんですけど、なんかメガナイトロイジャー使ってて、なんかなんかに負けて、そこら辺で負けて、ちょっとね迷走して、みんなが使ってるから、じゃあ使ってみようって感じで使ったら、結構ねあのマルチクロスとかが多いんですよ。こんな感じでそのクロスとかにめっちゃ強いんですね。これクロスに勝てるし、迫撃にも勝てるしっていうので、この辺のねちょっと相性いいのを買っていったって感じですね。はい、というわけで、まあ、この辺のね、まあ、テスラクロスとか26とか結構相性がいいんで、普通にオーブン置いて、なんかスケーとか出しつつ、その高回転でね、プロイジェが回るんで、なんか多分、やれば勝てると思います。適当かもしんないんですけど、ちょっとね、なんでこの辺の、まあ、ペッカとか、ペッカバルーンとか、あともう一個上のね、世界一、多分、中身が、その人かわかんないんですけど、世界一の、まあ、神技を使う、プレイヤーとね、やってるんで、そのリプレイも見たいかなと思いますね。はい、というわけで、まあ、とりあえずね、オーブンは安牌ですね。オーブン初っ端置いて、逆サイ攻められても、あれですね、ホグとか来ても、トリトンでね、全部、近畿道できちゃうっていうのでね、オーブンは初手置いていいです。で、こう逆サイランマバルーン来たんで、まあ、ベビーメガゴでバルーン頑張って抑えるんですけど、って感じですね。でもダメージ痛くて、でも、その分相手ここにファルチを使ったんですね。相手は、ランバーバルーンで窮屈で攻めて、そして僕のこの余ったベビーメガゴのカウンターをファルチェっていう5コストを割いたから、まあ、圧倒的コストがないっていうので逆サイロイね、飛ばして、まあ、1本折れちゃうポキポキって感じで、はい、でここは、トリトンが優秀ですね。トリトンがまあ言ったらなんだろうな、相手のホグとかジェイとかにはすごい刺さるんですけど、そのディガーにもね、結構刺さるんですよ。ディガーを、まあ、2発は受けちゃうんですけど、2発ぐらい受けて、あと確実に、ね、ダメージを抑えられるっていうので、ああいうディガーをトリトンで拾うのも、結構ね、大事になってきますね。ダメージを抑えるっていうので。はい、で、ここは1個高めのオーブンにするとですね、逆サイに、バルーンが来ても、バルーンをルート強制できるんですよね。そうバルーンを、まあ、こう右足に出してるんですけど、なんだろうな、バルーンの横をこう、見たら、で、なんか人と正面でね、こう、すれ違うときに避けるじゃないですか。その、当たりそうになったら避けるみたいな、まあ、そんな感じですね。説明下手かな。なんかすれ違うときに、バルーンのちょっと右側にベビドラがいると、じゃあ俺右側行くよって、バルーンが右側、ベビドラが右側行って、相手のね、バルーンが左側通ってきて、ちょっと内側にずれて、そしたらそのままね、オーブンの方に向かって行って、そのバルーンが本当だったら、タワーに直進するのを、ベビドラでね、ルート強制するっていうことができるんでね、1個高めのオーブンだったらできますね。逆サイバルーン、ベビドラで無理やり内側にやるっていう。まあ、これなんで僕はベビーをこう毎回外に出して、これですね。これで、ちょっと内側に行くんですよね。そう。で、これは行ってないんですけど、だからもうちょっとね、ベビーがいい位置に行ってると、もう一個左か。まあ、相手がなんかバルーンめっちゃ後ろから出してきたんで、そこうまくいかなかったですけど。はい。というわけで、もうここはね、最強ですね。相手は結構このロイジェを処理するのに、まあ言ったらファルチかランバーか、ペッカしかないんで、このね、このトリトンで引っ張ってあげることによって、ロイジェのダメージがやっぱ確実にね、入りますね。なんで、トリトンを、こう攻めでね、防衛でも使えるんですけど、ここ攻めでね、ここだってロイ出したら相手ペッカなんですね。ランバーも、ファルチも最多、ハイペッカですねっていうので、トリトンで引っ張ってあげて、ここね、トリトンがやっぱ2発受けるのと若干遅延っぽいのが入るんで、これでね、ロイが入るっていうやつですね。まあ、でもトリトンは、まあ、僕的思考だと、ぶっ壊れですね。はい。なんで、防衛でも使えてたら、ペッカをまず受けられる時点がおかしいんですよね。まあ、最後はこれも、ご利用しで、
はい、もうロリー、まあ一応最後取れなくてちゃうから左端の真ん中じゃない方が良かったかもしれないですけど、はい、まあでもこんな感じね、結構、まあ、バルーンとかも勝てちゃいますね。そのやっぱバルーンのダメージ一発は受けちゃうんですけど、その無理に守らずしっかりカウンターにつなげるっていうのが大事ですね。マジでクラロワのその防衛しすぎが良くないですか。カウンターゲーですね、結構カウンターゲーだと思います、まあ、僕の考えなんですけど、はい。というわけでノーワンとかですね、これあのマジで、まあ、わかんないですけどね、こう人気がまあ上手い人で有名ですね、この人は。人気こう有能の追加とかランバーからの有能とか、ケンツがよく人気デッキ出してますけどはい、人気です、人気。ここはまあね、オーブンもうガンガンしょっぱなが置いてきますね。手付け出しつつオーブンを延命して、でここでも相手の敵は正直あの人気使いって分かってたんで、そのもしね相手が手付けとかだったらっていう可能性もあるんで、まあ、このケツトリトン普通だったらあんま良くないんですけど、相手の敵は分かってるんでトリトンこう出してね、後ろから組み立てていきます。でここでロイ出すとインドラのも分かってて、インドラがちょっと厄介だなと思ってたんで、ここで多分マジアチャですね。マジアチャがそう邪魔なんで、マジアチャもね、処理しつつの、ライトっていきます。なんかこういうライトを上手い人はよく打ちます。まあ決して僕上手い人って言ってるわけではないんですけども、はいというわけでここね、こういう感じでラムをキング起動ですね。でここのね有能追加がうまいんですけど、まあ、しっかりねウッド使ってダメージを抑えてきますね。でまあ普通にラムとかはもうラムとかフグとかはもうできるだけしょっぱなにキング起動、これね多分前の動画でも言ってるかもしれないんですけど、トリトンを使う上でのまあ絶対するべきことランキングナンバーワンなんですけど、キング起動ですねもう絶対キング起動した方がいいですね。後からイグイ楽になりますね。でこういうあのこのデッキインドラがきつい、インドラとも言ったらマジアちゃんもちょっと厄介なんですけど、なんでここワンチャンライド打ってもよかったかもですね。けど、まあ、スケでいい感じに竹取りつつ多分トリトンで引っ張る、はいって感じで、この空をね相手は対空やっぱマジアちゃんとインドしかないんで、マジアちゃんとインドさえ処理してしまえばこっちのねビビとメガゴで相手のリコを全部処理できるっていうね部分がありますね。でしっかりね、なんか相手のそのマジアチャともう一個がユニットが出たらライトニングとか、まあ、インドラともう一個出たら結構ライトニングとか打っていきますね。そのまあなんだろう、インドラとかマジアチャが残ってるとワンチャンねなんか大カウンター狙うんで、僕は回転早いんでライトニング打ってもその後もねなんとか守れるっていうのがこのデッキの強みでありますね。こういうところですね、こういうアイゴレットプラスインドラにその僕が後ろからビビとか合わせても結局インドラにやられちゃうんですよね。なんでこれライトニングってことによって、まあインドラここでミリ残っても、まあ、数発ね殴ればそうここで処理できてるの美味しいですね。でここも別にあのマジアチが残ってるのは怖いんですけど、そのオーブンもあるしトリトンもあるっていうので硬いんですね。やっぱ防衛がこのデッキの特徴として、このトリトンお前ぶっ壊れすぎてんだろっていうぐらい硬いんですよ。でこれメガゴでマジアちゃんの竹取ってからのスケでね、しっかりねリコを受けていきます。でも2体トリトンですね。でもこのデッキはインドラがきついんでって何回も言ってるんですけど、ここでねロイ出すと多分インドラに焼かれてライトニング打たずにカウンター来て終わっちゃうんで、ここでこういうところにライトニング打ってね、もう防衛は絶対できるっていう自信があるんで、こういうところでダメージを稼いでいきますね。相手がクロスボウとかあると思うんですけど、その相手がクロスだった時にコミして結構序盤はペース握れるんですよね。でダメージ入るんですけど、その相手が棒その最後の最後に引きこもりに入った時に最後削れねえんだよ、あのクロスボウマジで。最後削れねえんすよ最後マジで。マジでアーチャーとかスケとかアイゴルとかテスラとかもう、何個出てくんねんぐらいアーチャーとか出てきて、ね、気づいたらアーチャー相手4体6体いるじゃないですか。で最後削れずに引き分けっていうことがあるんですけど、そういう時に削りになってくるのがやっぱロイジェを通そうっていうかメインを通そうってするとやっぱ通んないんで、そのベビドラとかがいる時とかに、なんかベビドラがねその流れていった時とかに、あれですね、相手が受けてきたアイゴレ、こういうベビドラを、まあ、相手アイゴレとかで受けてくるじゃないですか。そういうのをそこにライトニング打ってライトニングダメージプラス、その顎をね、顎アイゴレを処理した瞬間にベビドラがやっぱ相手のタワーを殴ると思うんですよね。そういうなんだろうな、ロイジェ不意打ち、不意打ちっていうとまあ分かりやすいですから、なんかそういうところを狙って行くとね結構ダメージが入るんじゃないかなと思いますね。まあクロスが基本多いかな、
最後相手が防衛少女した時にメインを通そう通そうとしても最後通んないんで、あのデビドラとかね、そういうなんかトリトンとかがこう歩いてた時に相手がアイゴレで受けてきた、はいライトニングみたいなね、そうするだけでしっかりダメージ稼げますね。でその瞬間にクロスを置かれてもロイジェイ出せれるんで、はい、というわけで、最後一戦ね行きたいなと思いますというところで、おはようございます、ミカさん起きてました？僕71行きましたよ、今グロ24グです。ツイッターいいよ、ツイッター。あら、というわけでラストね、マルチ一戦行って終わりたいかなと思いますね。ツイッターポケモーニング、ポケモーニング、いや、よくないっす、よくないっす、ほんとによくないっす、マジで。よし、というわけで、まあ何がきついんだろう、テスラクロスとかクロス系は結構いいんですよ。クロスと吐き気はいいんですけど、まあガコムレの吐き気はちょっと厄介かもしれない。まあ吐き気クロスとかはいいんだけど、何作ってんの？トリトンロイス、あ、あれだ、ラバがきついですね。ラバ以外だったらマジで何でもいいわ。ラバ以外だったらマジで何でもいいって言ってると、ラバきついですよね。きちゃいますね。ラバ以外だったらあんまきついかな。よくあるね。あ、バルーンも若干きついけど勝てないこともないから、まだちょっと、もうラバルとか言ってたらちょっと、ラッペもまだ、あ、ラバハルがきついかな、ラバがきついね。サルタンデイユーミオよいしょ。いや、まだっすね。ふぅし、ちょっとね、マジで試合があった日にこの動画撮ってるんですけど、試合に負けた日だと思うけど、あんま寝れなくてね、僕なかなかなんか無駄にモチベ上がるタイプなんで、そういう日にちょっと寝ればいいのに、なんでそこでちょっとトラゲしましたね、上がりましたね。マッチングがちょっとねお長いんですよね。まあ、しばしお待ちいただければと思います。もしかしたら多分視聴者さんは分かってるかもしれないんですけど、てか気づいてるかもしれないんですけどね、若干もう声が眠そうっていう僕のね若干眠そうなところはあるんですけど、最後一戦ちょっと目覚まして頑張りたいですね。ここ勝っても、気持ちよくね、寝たいなと思います。マジでマッチングただ100ぐらいなら下でもいいからな、マッチングしてほしいな。うきと、うわー、本当に100下来たよ。そういうこと言わない方がいいんだな。もしこれでラバーだった時は泣きたいですね。なんで、まあ、とりあえずね、オーブン置いてから、まあ、ワンテンポ感じますね。ワンテンポ待って。相手感染ちょっと多いぞ。おー、あ、待って、1個上に行った、1個上に。ずれた、マジ。やばい、やばい、やばい。痛い。これでも美味しい、ちょっと。でもこれ、ヤイゴメギャング咲いた。マジ？これなんだ？ジェイスポ？これガゴムレか？ああ、これトリトンでジャイ、あ、ジャイスキラだ。うわ、最低限聞いて、ちょ、ミカさんこれ聞いてください。このデッキジェイスキラにだけは勝てないんですよ、これ。なるほど、来ちゃいました。いや、これ起動ガンガン来て、マジでマジで聞いて、これジェイスキラにだけはこのデッキ勝てたことないんですよ、僕は。マジで、ちゃんと食べてた。ちゃんと引っ張って、オッケーオッケー、ワンチャン耐える。オッケー、まあ、これでかい。いや、でかいっすか、これ、マジで。やめるしんの。そう、これ聞いてください、マジで。このデッキ使ってた時に、ほぼ何でも勝てるんですけど、ジャイスキラにこれ当たった時に、勝てたことがない。今まで3戦ぐらいジャイスキラでしたことあるんですけど、全敗です。なるほどねっていう。いや、マジで。うわ、最悪だ。なんでここでこれ引くかなっていうのを引いちゃいましたね、今。でも、ワンチャンないこともなさそうっていう。交換しちゃったから、真ん中ジャイスキャンとか真ん中ジャイスキャンを警戒してる。そうっすね。お、え、そっち来るの？あ、これで、このジャイはあれっすね、捨てっすね。このジャイスキャラ僕練習してるところあるんですけど、このジャイ捨てで2周目の、多分ジャイを、あ、それはうまいな。2周目のジャイで、多分ね、通そうとしてると思うんですよ、この人は。回転が早いんですね。そう、2周目ジャイがね、回るんですよ。あ、やばい。ノットしてするしかないよ。やばい。痛い。おー、めっちゃ入るやんけ、マジ。最悪だ、マジで。うわー、これはね、もう、泣きたい、これ。勝てたことがない、これ。
構な多分ねきついんですよね。高回転でいろいろ回るんですけど、それ以上に相手が高回転で回るっていうこの、ああつらい、マジで、あ、やば、分かってますね。というわけで、最後の最後に公開処刑されましたね、ちょっと。はい、というわけで、ちょっとね、マジ、皆さん、ジャイスキャラにだけは気をつけてください。うん、これちょっとどうしようもないです、本当に。というわけで、ちょっとね、最後負けちゃったんですけど、あ、グロン2、今日、1枚だけ19、今36ですね。まあまあ、そんな悪くはないんでね。はい、というわけで、ちょっとね、トラゲもまた今シーズン長いんで頑張りたいなと思います。リーグもね、もちろん頑張りたいなと思います。では、というわけで、まあ、こんな感じで今日は終わりにしたいなと思います。よければ、ね、チャンネル登録と高評価の方もね、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、では、お疲れ様でした。